木豊です。高校球児です。お願いします。今日はお前持ってきたんだ。最近流行ってるみたいなんですけど、いろんな打撃でもいろんな理論あるじゃないですか。あるある。この間も大ゴール革命やってるので、まあ、一つじゃないもんね。そうですね、いろいろある中で宮川理論、宮川さんで、まあ、自分も実際後がないんですけど、先生をされてる方、その方のまあ理論に基づいたというそのバッティング、いや詳しくは知らないけど、まあ、例えばその片手を離して前でポイントを、ボールを前で捉えていく、前で取る、捉えるっていうことは一番飛ぶということだから、まあ飛ぶっていうことはいいポイントで打ってるし強く打ててる、だからまあ片手を離しててもいいから体の中に入れないで、体の中に入れるっていうことはさ、財布が効かないで全部詰まったような状態だから、はい、だから頬を大きく使えっていう、頬を大きく使うっていうことは僕ってやっぱ我々も教える方で言うのは、心腹がちっちゃいやつ、例えばお前もう長打なんか気にしなくていいよと、本当にコンパクトに振っていけて、こうやってコンパクトに振るやつってね、いいバッターっていないの、いいバッターほどこういう甲がでかいわ、だからそれをでかくするための理論、遠くへ飛ばすと。中央大学の宮井監督って言ったんだ、その人はもうとにかく口癖が遠くへ飛ばす。それは宮井さんってどういう人かというと、王さんを育てた人、早稲田実業の時に一緒に甲子園に行って監督として優勝した、はいはい、だから遠くへ飛ばせ、遠くへ飛ばせって言うわけよ。それだけなの、飛ばない人は使ってくれないんだよ。へえ。それはどういうことかというと、振幅をやっぱり大きく使える、前で捉える。その宮川理論っていうのも、まあ詳しくは知らないよ、ちゃんと話したことはないけど、バーンと手離してもいいからこの甲をでかく使えっていうことは、ある種フライボール革命とよく似てる。あ、上から叩けって言ったら振幅って小さくなるじゃない、はいはい、でもフライボールって言ったらでかくなるじゃない、それとよく似てるんだ。今の主流になってる。昔はさ、コンパクトに打って塁に出るとか、ホームランなんか特殊な人じゃないと打てないんだって言ってるけど、例えばメーデンがさ、はい、お前もホームラン打てるんだから振幅でかくしろって言って、ちょっと振ってみる、じゃあ上から叩いてみる、フライボール革命と合わさったイメージ、そうそうそう、そしたら甲がでかいと捉えた時にはやっぱりその反動でボールが飛んでくるんだ。ああ、遠心力ってこうやってちっちゃい遠心力とでかい遠心力でどっちが力持つ、それ大きい、大きい方が力持つ、はい、その理論だから、今プロ野球の中で代表的なのが柳田だよ。ああ、だから柳田がその理論をもとに自分のスイングを確立していったかどうかは別問題として、柳田っていう選手が自然にそれができてるって、だからホームランも打てるし、リズムも持ってる、もうとにかくこう振幅をでかくでかくする、そうそうそう、それで当たったら飛ぶ、それでやってね、自分のスイング最初やってみる、もうフライボール革命、もうそれだけでもでかいんだよ、自分のスイングして、自分のスイングの方が速いでも音聞いてる、はい、音、はい、それとここら辺で長く大きく振れてるのが分かるんです。長く大きく振れるっていうことは、勝者をちょっとミスしても持っていけるっていうこと。だからまあその理論は正しいかどうか、自分に合うかどうかっていうのは分からないけども、遠くへ飛ぶことは確かです。だからフライボール革命とよく似てるよ。そうですね、あのアメリカのスイングでさ、 YouTube でも多分あると思うんだけど、こういうスイングする人いるの、めっちゃ速くない？速いです、いや、こうやって振るよりもさ、こうやって振る方が速くなってだからバッティングっていろんな理論がある。だからそれが自分にはまるかはまらないか、体の使い方もあるし、電車によってそれがつかめるかどうか。プロ野球の中でも結果を出してる人がいる、宮川理論、フライボール革命、だから一つの理論にこだわることは、自分に合った理論を自分で作り上げる。だから自分に合った理論を見つけてそれを取り入れる、それが一番いいと思います。はい。